こんばんは。聞こえているかな？改めまして、佐々木ことこです。よろしくお願いします。皆さん、私のこと、もしかしたら、初めましての方も多いかもしれないので、改めて自己紹介を軽くしていこうかなと思っているんですけど、私もともと中学生くらい、まあ小学生くらいの時かな？アニメがすごく好きで、マギっていう作品がありまして、その作品を見て、もうほんと声優さんとか、あとその時にエンディングだったかな、やってた乃木坂46もすごく好きになって、その指望遠鏡っていう曲が本当に好きだったんで、それきっかけで乃木坂とかアニメとか声優さんが好きになっていって、それでちょうどちょっと後ぐらいに乃木坂のオーディション2期生のオーディションがあって、受けさせていただいて、で乃木坂46のメンバーとして何年も活動させていただいていたんですけど、卒業した後にアニメ大好きで声優さんも好きだったので、声優さんっていう職業本当に魅力的だなって思うし、やりがいもすごくありそうだなと思っていて、挑戦してみたいなって思っていて、で卒業していろいろ人生考えて、やっぱり挑戦しないでそのまま生きてったらちょっと後悔しちゃうかなって思ったので、挑戦させていただいている最中でございます。そう、それで石原かおりさんのことも大好きでして、だから今いる事務所スタイルキューブさんなん、スタイルキューブさん、自分のいる事務所はさんつけないんだっけな、スタイルキューブに所属させていただきました。その面談とかオーディションみたいなのもして頑張りました。で明日の空は初めてオーディションで受かっていただいた役だったので、すごくありがたいというか思い入れもありまして、夕霧つづりちゃん役を大切に大切に一緒に頑張っていけたらいいなと思っているので、丁寧に演じさせていただいております。よろしくお願いします。でね、あ、そう、ちなみにつづりちゃんから、あ、これはだいぶ前にカンゴールリワードさんとコラボで作ったパーカーなんですけど、あ、これつづりちゃんからだって思って着させていただいてるんですけど、蓮の空の話とかはね、みんな他のメンバーとかいる時にお話もっとたくさんできたらなと思うので、そっちの機会で見て聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、蓮の空の方のチェックもよろしくお願いします。あー、ゲストに迎えてほしいってあるけど、なんか一人もう声かけて、なんか一緒におしゃべりしながらゲームしたいんだけどどう？みたいな感じで聞いたら、その6月1日解説した時に。